村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今回は先日アップしました森山直太朗さんの桜を例題にしまして、ユージャムさんと、そしてスタジオワン 4.6 ですね、これのいいところを使いながらカラオケをなんと30分以内に作ってしまおうという動画を公開したいと思います。皆さんぜひ参考にしてください。まずはですね、今回はクリックも関係なくですね、メトロノームは入れないで弾き語りのようにアコギを入れてみました。どんな感じか少し見てください。はい、こんな感じでですね、弾いてみたわけです。今回はこの自分で弾いたアコギはですね、2番以降に使おうと思ったので、1番はまあもうそのまま適当です。2番以降はこのようにですね、メロダインをかけて、そしてちょっと音程が悪いようなところをですね、こうピッチを正確に持っていって、そして綺麗に少し整えました。そしてですね、次からなんですけれども、この弾いた音源をですね、和音を抽出するということで、スタジオワンの和音分析機能を使いまして検出しました。検出した結果はこんな感じでですね、はい、若干違うところはですね、もちろんこうやって編集をすればいいわけですね。これはほとんど時間がかかりません。全自動でできるわけですね。次ですけれども、今度はですね、一番重要なのはこのテンポですね。テンポが弾き語りですので、ためを作ったりしてるので、テンポをこんな感じで割り出していきます。テンポの割り出し方はすごく大きくこうやって拡大をしておいてですね、まあ例えばここ少し遅れてますよね、ここですね。こういうようなところはこのテンポのところにポイントを作りましてですね、そしてもう少しだけちょっとこう早めにすればいいわけですから、今61でいってますけれども、ここは60のスピードに変更します。それにより今ここが60の速さに変わって、ここがピタッとですね、合いました。このようにしてずっとですね、テンポを合わしていきました。この時間約10分ぐらいで綺麗に合わすことができます。次なんですけれども、このギターは2つにですね、 LR に分けてですね、ステレオ化しようと思っています。ですからもう1個トラックを新たに作成しました。そしてまあここは使わないということで、シフト M でミュートしています。そしてどんな感じになっているか、これ LR にしまして、完全に左と右に分けてですね、ちょっとワイド感を出しています。ここまでのところを聞いてください。はい、ちょっとですね、低音源ビリビリ
とビビったりしているところもありますので、ここはですね、アイドトープさんのニュートロンなんかを使って、はい、ちょっと気になるようなところを思いっきり、イコライダーで落としてしまいました。なぜかというと、これはここまでやるというのはちょっとセオリーからは外れてると思うんですけれども、この音源は最後にはあまり大きな音では出すつもりがなくてですね、まあかぶせる音ぐらいに使おうと思っています。そして次ですけれども、ここからが本題になるんですが、ユージャムさんのシルクというのを使いました。1小節分にだけミディを打ち込みます。コードも A フラットから始まるんですけれども、 A フラットとか言うとパッと思い浮かばない時もありますので、ここに G の和音を入れてみます。楽なようにですね、もうタイムベースを1分の1にしておけば、パッパッパッと入れれると思いますので、カチン、そしてソーシーレですね、はい、このようにソシレの和音を入れまして、本当はもう半音高いんですよね。こういう時はもうこうやって選択しましてですね、1個だけピッと上げればいいと。これでソシレの和音がここに入力できました。そしてそれをですね、もう単純に後ろまで複製します。はい、複製しましたらですね、次はコードに従うというふうにしまして、ここではパラレルを選択します。そうするとですね、こういうふうに和音が入ったわけですね。ここにユージャムさんのシルクが入っておりますので、このシルクでちょっと鳴らして聴いてみます。このアルペジオなんかはですね、違うパターンでやりたいなと思ったら、ここを変えればいいですね。ちょっと低い音で、作られるようになりましたけれども、はい、このようにしまして、そしてもう一つですね、トラックを新たに作りたいと思います。それはどうするかというと、この上を複製すればいいんですけど、まあちょっと前に準備してありますので、このようにしまして、アンバーというアコギのストロークバージョンとですね、そしてもう一つはロイヤルというベースをですね、2番の途中ぐらいからこうスタートさせようというそういう流れになっております。ただここで少し気をつけることはですね、このベースの方は今も見ていただいたように、コードを指定するのが C3 から上の領域になっています。そしてギター類はですね、はい、ここにありますように C4 から和音を書く領域になっているわけですね。ですから1オクターブベースだけは下にセットする、これがポイントです。これでですね、もうほぼほぼ出来上がった状態になります。はい、じゃあ、ギター入ったところから聴いていただきましょう。では次はですね、ユージャムさんのシルクの入った、
アルペジオのみの部分を聞いていただきましょう。はい、そこにですねアンバーというですねアコギの白玉が入ります。はい、じゃあ次はですね、今度はベースですが、ベースを聞いていただきましょう。はい、こんなイメージですね。じゃあこれをですね全部、ミュートを外しまして、今の状態を聞いていただきましょう。ベースが入るところからやってみたいと思います。こんな感じでですね、オケがほぼほぼ出来上がってきました。あとはですね、そこに少し間奏を入れてみました。サックスの間奏です。聞いてみてください。はい、これでオケが終わりました。ざっとですけれども、ここまで作るのにですね20分から30分ぐらいの間で作れるようになりました。あとはボーカルのレコーディングなんですけれども、スタジオの専属のボーカリストがですね、前はここアカペラからこうやって歌いまして、ここですね、そしてあとは、歌を歌った後ですね、少しメロダインなんかで音程の補正などをしまして、そしてエフェクトをですね、最近気に入ってるあのボーカルのエフェクター、ボーカルファイナライザーというのとかですね、あとはアイドトープさんのレクターのコンプをかけたりしています。最後仕上がった音を聞いていただきましょう。僕らはきっと待ってる。はい、アカペラから始まりです。きっとまた会える日々を。桜並木の道の上で手を振り叫ぶよ。どんなに苦しい時も、ボーカルにはアイドトープさんのノイズ処理ソフトですね、これを入れてホワイトノイズなどを取っています。なりかけても頑張れる気がしたよ。そして、案外僕が好きなボーカルファイナライザーというエフェクターも使って歌をエフェクトしています。歌が聞こえる。
アイドトープさんのネクター3、それのコンプも使っています。はい、ここからベースが入ります。街はまるで僕らをせかすように最近お気に入りのドーテクさんの D ポップマックスです。今惜別の時飾らないあの笑顔、一緒にアナライザーも立ち上げておきます。上げていきます。こういうことで今日はですね、約30分ぐらいの時間でカラオケを作ってみようと、それにはですね、ユージャムさんの素晴らしいバーチャルインストゥルメントと、そしてスタジオワン4シリーズのですね、コードトラック追従機能を使ってですね、ミディを打ち込んだのはたった1小節だけです。それ以外はほぼ触っていません。あと、最後に少しだけですね、間奏にサックスを入れた、そのぐらいですね。そんな感じで、あとはボーカルをレコーディングするという感じで仕上げました。何か参考になっていただけたらと思います。もしよかったら、チャンネル登録してみてください。村長でした。ありがとうございました。